こんにちは、デザインハウスです。今回はアルミホイールのモデリングの方法について紹介します。ソリッドワークスのコマンドは覚えたけど、どのコマンドを使ったら良いか、どのようにモデルを作っていけば良いか、迷ってしまうこともあります。また、なんとかモデルを作ったとしても、少し寸法変更するだけで、エラーの修復に手間取ってしまう、ということも多いと思います。そこで今回は、 自動車用のアルミホイールのモデリングを例に設計思考に基づいたモデリング方法について解説します設計思考のモデリングをマスターするとモデリングが簡単になりエラーの発生も軽減され入用設計も容易になりますそれではモデリングの方法を見てみましょう直径は18インチリム幅は 8.5J インセット 42mm ボルト穴のキッチン円直径は 114.3mm のホイールを設計するとします。このようなケースでは、1、リム部、2、センターハブ取り付け部、3、ディスク部、の3つから成り立っていると考えるとモデリングしやすいです。それでは実際にモデルの作り方について見てみましょう。まず最初に、インセット 42mm の面を作ります。センターハブの直径と厚みも、 この段階で最低条件を作成しておきます。続いて、リム幅 8.5J の両幅に平面を作り、18インチの直径寸法を作成します。これらの寸法は、重要な寸法です。途中で変更されないように、フィーチャーの名称を変更しておきましょう。いよいよ、ディスクのデザイン検討に入ります。今回のデザインの場合は、スポーク正面の回転サーフェス。 側面の押し出しサーフェススポーク裏面の回転サーフェスを組み合わせます。四つの面の余った部分をトリムサーフェスで削除し、 最後にサーフェスの編み合わせ機能を使いソリッドボディに変換します次にこのスコークのソリッドボディを円形パターンでコピーしますここでようやくすべてのボディを結合しフィレットを入れていきます あとは最初に設定しておいたボルト穴を作りセンターキャックの詳細形状を作れば基本形状が完成しますデザインの評価はホイール単体だけではなくデータ上でタイヤを組み付けたり時には実際のサイズで紙に印刷して実写に貼り付けてみるという方法も効果的ですまたホイールは軽量化と強度の両立が求められる重要部品となりますシミュレーションを使い 応力やたわみ、安全率を確認し、デザインと品質を両立させましょう。まとめとしては、1、初原寸法となるスケッチや平面を作成する。2、3つの構成をイメージし、リムとハブの制約条件となるモデルを作る。3、制約条件の中で、スコークのデザインを検討する。4、それぞれのモデルはマルチボディの状態で設計を進め。 最後に組み合合わせ結合をすす。る。以上です今回はアルミホイールを例に解説しましたがこの方法は他の形状にも応用することができますいろいろとトライしてみてください